ジャン・クリストフ、ドマンドラン。前回の続きからです。数日後、午後の4時ごろ、彼らは二人きり一緒になった。ブラウンは外出していた。前日来、街は薄緑の霧に包まれていた。川は見えないが、その音は高まっていた。電車の火花がもやの中にひらめいていた。日の光は遮られて消えていた。いつの頃の明るみともわからなかった。現実の意識が失われる時間の一つであり、世紀の外に損害する時間であった。数日来の鋭い北風の後に、湿った空気がにわかに和らいで、生暖かく柔らかになっていた。空は雪をいっぱい含んで、その重みの下に低くしなっていた。彼らは客間に二人きりだった。客間の冷ややかな偏狂な趣味は、女主人の趣味を反映していた。二人は何も口をきかなかった。彼は書物を読んでいた。彼女は針仕事をしていた。彼は立ち上がって窓のところへ行った。その窓ガラスに大きい顔を押し当てて、じっと無双にふけった。薄暗い空から鉛色の地上へ反射しているその青ざめた光は、彼の心を混迷さした。彼の思いは乱れた。いくらその思いをはっきりさせようとしても、捉えることができなかった。ある悩みに侵されていった。自分がめいり込むような気がした。そして彼の一心の空虚の中に、積もり重なった廃墟の奥から、一つの熱風が、緩やかに渦巻いて起こってきた。彼はアンナの方へ背を向けていた。アンナは彼を見ないで仕事に没頭していた。しかし軽い旋律が彼女の体を流れていた。何度も針を自分の身に刺したが、それを感じなかった。彼らは二人とも差し迫っている危険に見せられていた。彼は呆然たる状態から身をもぎ離して、部屋の中を少し歩いた。ピアノに心惹かれ、また脅かされた。ピアノを見ないようにした。しかし、そのそばを通りかかると、手を差し出さずにはいられなかった。手は一つのキーに触れた。その音は声のように震えた。アンナはぞっとして仕事を取り落とした。クリストフはもう腰を下ろし引いていた。アンナが立ち上がりやってきてそばに立っているのを彼は目に見ないでも気づいた。自分が何をしているかも知らないで彼は彼女が初めて正体を示して歌ったあの宗教的な熱烈な曲を弾いた。またその主題に基づいて、激烈な変奏曲を即興に弾いた。彼が一言も言わないのに、彼女は歌い始めた。二人は周囲の事柄を打ち忘れた。音楽の神聖な熱狂にしかと捉えられた。おう、魂の深淵を打ち開く音楽よ。何時は精神の閉鎖の均衡を滅ぼす。尋常の生活においては、
尋常の魂は閉ざされたる部屋である。その内部にて用途のない諸々の力は、使用がはばかられる美徳や悪徳は苗しぼんでゆく。実際的な賢い理性が、卑怯な常識が部屋の鍵を握っている。そしてただ平凡に整えられた戸棚を少し見せてくれるのみである。しかし音楽は魔法の小枝を持っていて、いかなる錠前をも払い落とす。扉は開く。心の悪魔が現れる。そして魂は初めて真っ裸な自分の姿を見る。魔の人魚が歌っている間は、獣使いが野獣どもを監視している。大音楽家の強力な理性が己の解き放す情熱を魅惑している。しかし音楽が沈黙するとき、獣使いがもはやいなくなるとき、呼び覚まされた情熱はその檻をゆすってうなり続け、己の餌食を探し求める。メロディーは終わった。沈黙。彼女は歌いながらクリストフの肩に手を乗せていた。二人はもう身動きもなしかねた。そして二人とも震えていた。突然、一瞬のことだった。彼女は彼の方へ身をかがめ、彼は彼女の方へ伸び上がり、二人の口は合わさった。彼女の息は彼のうちに入った。彼女は彼を押しのけて逃げた。彼は暗闇の中にじっと動かなかった。ブラウンが帰ってきた。彼らは食卓に着いた。クリストフは考えてみることもできなかった。アンナは心がよそに行っているようだった。よそを眺めていた。食後間もなく居間へ退いた。クリストフもブラウンと二人で残っておれないで、自分の部屋へ退いた。12時ごろ、医者のブラウンはもう寝ていたが、ある病人に呼びつけられた。クリストフは彼が階段を降りて外出するのを聞いた。5、6時間前から雪が降り出していた。人家も街路も雪に埋もれていた。空気は綿を詰め込まれているかのようだった。戸外には足音も馬車の音もしなかった。町中が死んでいるかのようだった。クリストフは眠れなかった。ある恐怖を感じて、それが刻々に募ってきた。身動きすることもできなかった。寝床の中に仰向けに釘付けになって、目を見開いていった。白雪に覆われた地面や屋根から発する金属製の明るみが部屋の壁に漂っていた。あるかすかな物音に彼はぞっと震え上がった。彼の高ぶった耳なればこそそれを聞き取ったのである。廊下の板にごくかすかに物の擦れる音だった。クリストフは床の中に身を起こした。軽い音は近寄ってきて止まった。一枚の板がきしった。扉の向こうに人がいた。そして待っているのだった。